ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回からよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもは店長の板尾さんなんですけども、今回はセールスの佐々木くんにちょっと紹介してもらおうかなと思います。初回なんでちょっと自己紹介の方からお願いします。はい、はい、ボンドカーズ大宮店の佐々木と申します。25歳です。入社半年でまだペーペーなんですが、よろしくお願いします。ペーペーってことで、はい、ペーペーだけ車の紹介の方は大丈夫、頑張ります、はい、ということでそんなコンビで今回お届けいたします。で今回ご紹介させていただくのが AMG S63 クーペ、はい、こちらをご紹介させていただきます。年式が2016年でして、走行が5900キロ台の車になっています、はい。でまあ、S63 ということで、まあ、外観だったりは、まあ、専用のバンパーがついてたりとか、あとはヘッドライトがこのスワロフスキーの、そうですね、スワロフスキーのクリスタルですね、ヘッドライトがついてたりとか、はい、あと今回の車非常に走行距離が少ないんで、まあ、全体的にとても綺麗な、はいはい、コンディションの車になってます。そしてまあちょっと2代目なんで、前回も1回大宮店の方でご紹介させていただいてるんで、 S クーペ2代目なんですけども、まあ車がでかい。そうですね、はい、寸法とかも覚えてますか。はい、全長がですね5045ですね。全幅が、1915だったと思います。まあ、S の普通のセダンよりかもちょっと短いぐらいで、そうですね、はい、で2人乗りなんで、もう言っちゃったらもうなんかセダンより豪華というか、はいはい、ラグジュアリーな車ですよね、はい、そして、まあ、早速横回っていきましょうか。で今回はパッケージオプションが、はい、ダイナミックパッケージというのがついております。まずマットブラックの20インチのホイールとレッドキャリパーになりまして、内装でいうとパフォーマンスステアリングがついたりいたします。なるほど、はい、じゃあこのパッケージオプションでかなりホイールがもう足元がすごくかっこよくなってる感じの、はい、そうですね。で今回こう紹介させていただく車は、まあボンドですけども全部ノーマルってことで、そうですね、フルノーマルになります、はい、車高なんかも全部ノーマルの状態になってます。そして横行きましょうか。そのままさすがに5メートルだとやっぱりかなり大きい、はい、ドアもすごく大きいですね。そして後ろも同様に、はい、サイズ的にはちょっとリム幅がある感じですかね。そうですね、はい、ホイールになってて、はい、そして後ろどんどん回っていきましょうか、はい、後ろも63なんで専用のリアのディフューザーと、はい、エンブレムと、はいはい、こんな感じになってございます。で今回の車いわゆる前期型ということで、ちょっとライトの衣装なんかは、はい、ちょっとそうですね、後期と衣装の違った、はいはい、感じになってます、はい、じゃあ続いて内装をご紹介させていただきます。内装がというかもう S クラスなんで、この辺の装備はそうですね、一通りはついてますね、当然のように、はいはい、ついてると。で内装がまたこんな感じで真っ黒黒で、はい、統一されてますね、はい、かなり落ち着いた感じのインテリアになってます。そしてドアがでかい。でかいですね、でかくてちょっと重みがありますね。これちょっと駐車環境的には割と横スペース取れないと、そうですね、乗り降り厳しいですね。セダンに比べてちょっとスペースがいるかなという感じです。はい、はい、でドアから行きましょうか。もう当然の全部レザーでございます。でブルメスターなんかもついてて、このウッドのパネルと、はい、ドアも高級感がすごいです。そうですね、さすがっていう感じです。そして内装は先ほどちょっと触れたダイナミックパッケージのセアリングがついてて、はいはい、こう握るところがある感じになってる感じで、そうですね。そしてダッシュボードなんかも全部当然のレザーで、でシートもこの S の MG のシートで、はい、このサポートが出てくるタイプの、はい、そうですね、出てきますね、はい、こんなシートになってございます。ちょっと乗ってみたいと思います。乗ってみるとインテリアはこんな感じです。もう本当にまずシートが超ラグジュアリーです。もう適度なこのサポート具合というかホールド感と、はい、すごくゆったりです。そしてステアリングは若干 D シェイプになってて、この握るところがアルカンターラになってます。でちょっと太め、まあ、BMW ほどじゃないですけど割と太めのステアリングでこんな感じになってます。そしてメーターだったりはこんな感じでフル液晶のメーターと、あとナビオーディオ関係はこの辺で全部できるようになってます。こんな感じです。そしてこの辺は全部変わらずというか共通というか、そうですね、はい、エアコン関係だったりだとか、はいはい、あとは当然のシートヒーターだったりもドア側かな、はい、ベンチレーションもうフルでついてますんで、はいはい、その辺なんかももう
あれこれついてないのっていうのは一切ない感じで、特にないと思います、はいはい、そしてドリンクホルダーだったりで、これ CD のスロットルがあるのが、そうですね、連装タイプになってます。これが後期だとなくなっちゃう、はい、そうですね、はいはい、前期の特徴で、この辺はあると結構ありがたいんじゃないでしょうか、はい、そしてこの辺が灰皿と、はい、そしてアームレスト、はい、しっかり AMG のマークも入ってて、こっちでもこっちでも両方アクタイプの、はい、センターコンソールがこんな感じで備わってございます。よいしょ。そしてピラーだったりは全部アルカンターラで、はい、そうですね、もうとにかく高級感がすごいです。でバイザーも当然のアルカンターラでこんな感じで、そしてそのまま上に行くとサンルーフがとにかく大きい、開放感が抜群です。でもう横も前もとにかく車のサイズそのまま大きいんで視認性が抜群ですね。そうですね、斜め後ろとかもすごく運転しやすいと思います、ね、結構コンパクト、まあ、他の車だと死角になりやすいような斜め後ろなんかも非常に視認性がいいのと、あと後ろも開放感がありますね。クーペなのに全然この後ろが狭い感じがしないっていう、かなり広々空間でございます。でも快適装備はもちろん運転支援系も全部ヘッドアップディスプレイだったりだとか、あとこれマッサージもついています。ついてますよね、はい、はい、その辺なんかももう全部全部ついてる感じですね、はい、最高です。ちょっと後ろも乗ってみましょうか。じゃあで当然のこの倒すだけで前に行ってくれる感じで、はいはい、じゃあ佐々木くん乗ってみますか。あ、はい、はい、お邪魔します。まさか自分が呼ばれるとは思いませんでしたね今思わなかったです。はい、じゃあ後ろのレビューをお願いします。はい、後部座席ツーシーター、なんていうか、ちょっとまず落ち着いてもらっていいですか。はい、はい、佐々木くん身長何センチでしょうか。168センチです。はい、はい、どんな感じですか後ろは。すごく座面もしっかりしてて、リクライニングはないですけど角度も結構あるので、すごく快適です。クッション固めですか、はい、柔らかいですか。クッションは柔らかいですね。全然割とソフトな感じ。はい、ソフトです、はいはい、そうですね、だいぶソフトな感じで、はい、で横も上もそうですね、もう広々してますね。天井もまあ全然当たらないですね。なるほど、はい、ちょっと椅子も戻してみましょうか、はい、どうですか足元スペースなんかは。足元拳1個分ぐらいだと思います、膝元。なるほど、はい、これぐらいなら割と大人の方でも、まあ、超快適とは言わないですけど、はい、そうですね、でも全然長距離でも行けると思います。なるほど、はい、さすがのこの5メーター超えのボディなんで、はい、2ドアでもかなり広々空間になっているようです。そして装備的にはですね、アームレスト収納式のがついてまして、ドリンクホルダーも、ちゃんとついてます。すごく快適です。そしてそのアームレストの中にちょっと小物入れと、そうですね、はい、あとはセンターコンソールと、はい、はいそしてエアコンに関しては操作はできなく、操作はできないですけど、はい、吹き出しが2つ、ね、はい、あります、はい、でシガーソケットが手前に1個、はい、はい、ありますね、つながってる感じですね。2つあります。はい、さすがにこのセダンのリアシート並みの快適さとは言わないですけれども、そうですね、十分だと思います。十分にして、はいはい、必要にして十分なスペースと装備は確保されている、はい、そんなリア周りになってございます、はいはい、じゃあ続いてトランクをご紹介したいと思います。トランクが足で開けるやつが当然ついてるということで、はいはい、これは手では開けられない感じ。そうですね、スイッチは特についてないので、リモコンか足かですね、が運転席ドアの、あ、そうですね、はい、運転席レバーで開けていただく、はい、あります。そしてもうトランクはさすがにちょっとリアシートのこの倒すのがないんで、はいはい、ちょっとすごい長いものは入らないですけど、ね、そうですね。そして横もちゃんとメルセデスですから、このネットが下に下げられるような、はいはい、工夫もされてますし、そしてこの下には少しだけ、はい、収納がついていると、はい、でも旅行にゴルフに必
なり便利に荷物もたくさん詰めて使っていただけるんじゃないでしょうか。はい、はい、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います。はい、エンジンスペックをちょっとお願いしてもいいですか。はい、こちらはですね V8 5.5 リッターエンジンでして、馬力は585馬力、トルクが900ニュートンございます。はい、怒涛のパワーとトルクで。そうですね、はいはい、ちょっと思ったのは 5.5 リッターなんですね。はい、そうですね、後期モデルになってからは4リッターにダウンサイジングしまして、はい、ただ馬力は610馬力に上がっています、後期モデルになってからですね。はい、じゃあ結構前期は前期でなんかこの大排気量の魅力というか。そうですね、やっぱりこう 1500cc 分上乗せされた。はい、はい、まあ、パワーはもちろんその馬力、あのターボの関係で馬力はもう下がってますけど、はい、やっぱりその排気量の分 その音だったりだとか、ね、はいはい、あると思います。乗り味だったりは、はい、前期は前期の魅力が詰まってる。そうですね、はい、そんな車じゃないかなと思います。はい、じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。はい、佐々木セールスと初ドライブでお願いします。あ、ドライブじゃなかった、はい、試乗レビューで、はい、旅行に行くところだった、今ちょっと遊びに行くところでした。いや、すごい夢のようです。なんかもう会社入る前から見てたんで、うん、本当に。そうです、そうです。マジか。で、家すぐそこなんですよ。あ、そうなんだ。歩いて行ける距離、帰れる距離なんですけど、うん、で、大宮店作ってる動画とかあったじゃないですか、うん、それを見て、あ、そうなんだ。でまさか自分が動画に出るとは。はい、はい、その後ホームページで募集してるのを知って、うん、あ、そうなんだ。即募集して、採用させてもらった感じです。初めて知った。はい、あのツッチーっていうのが8割方何言ってるか分かんないなっつっていえいえ、面白い、面白いですね。ちょっとじゃあ今回そんな佐々木くんと、はい、嬉しいです、レビューしたいと思います。素人レビューを、はい、まずこの S クーペ何がいいって、もう本当にこう充実の装備、はい、そうですね、もう全部ついてるよね。全てが標準ですね。勉強したんですけども、マッサージもついてるし、はい、このモコモコって出てくるダイナミックシート、そうですね、はい、もうそうだし、はい、で運転支援系もこのサラウンドビュー360度カメラ、はい、もうこれ走行中だから今映んないですけど、はい、こういうのとか、はい、標準ですね。ナイトビジョン、はいはい、全部ついてると、はい、恐ろしいです、この装備の充実具合。 で当然運転席側から助手席のシートの操作だと、はい、もう全部できちゃうと、はい、でシートベルトに至ってはこうどうぞって出してくれるという。そうですね、はい、もう最高です。至れり尽くせりですね。最高ですね。あとはただ車はちょっと運転した感じだとデカさをさすがに感じます。そうですね、もうゆったり流すような。ああ、なるほど、そういうのが似合うんじゃないですかね。なるほど、はい、だこれちょっと高速とか乗って旅行に行きたい感じで。いいですね。ただちょっとそのデカさゆえにちょっと取り回しは、はいはい、ちょっとこう狭い住宅街とか。そうですね、幅もすごく広いので。1915。そうですね。で特に最近あの市場で GT をちょっと乗る機会があったんだけど、はい、ちょっとなんか GT よりかもなんか車が大きく感じる。あ、 GT も確か、はい、まあ、あれ4ドアだけど、はい、5メーターオーバーの幅は1900だけど。そうですね、なんかそれよりすごく大きく感じる車。なんでですかね。ただもう本当にさすが S っていう感じ、はい、めちゃめちゃ乗り心地いいし静かだし、いいですよね、ガラスもあの分厚いガラスで、はい、だとドアのその大きさがネックかななんて思ったけど、はい、意外や意外こうあんまり開かなくても、はい、でかいからこう乗り降りできちゃうみたいな。ああ、そうかもしれないですね。でもフルで開いちゃうとさすがにものすごい幅取るけど、もうかなり大きい部類じゃないですかね、うん、
ちょっとコンパクトに乗り込もうと思えば、まあ、できなくはないかなと。はい。ただちょっとこう開口部とここの足元の距離があるんで、はい、ちょっと乗り込むときにちょっと、ね、よいしょって感じですかねっていう感じですけど、はい、まあ、あんまり開けなくても乗り込めなくはない。はい、そうですね。そしてこのデカさのこの視認性の良さとこのパノラマルーフですよ。そうですね、はい、最高です。最高ですね。そしてあとはもうインテリアに至っても、はい、ああここ合皮なんだとかっていうのがない。そうですね、もう全部レザー、レザーですね、全部ステッチ、はいはい、でウッドもこの全部メーターから、そうですね、はい、黒いこのウッドですね。高級感が半端ないです。でまたこのちょっと価格帯的にもだいぶ落ち着いてきてるんで。そうですね、それが今かなりで、はいはい、ダイナミックパッケージが約50万しますので、はい、それから考えるとですね。なるほど、はい、ダイナミックパッケージついてるとホイールがもうかっこよくなるし。そうですね、キャリパーもやっぱり赤いと入れてる感が、はいはい、つけたいですね。いいね。でなんか 5.5 の方がなんか音が軽やかというか。そうですね、もっとなんかなんて言うんでしょう、ダイナミックな感じするかと思ったんですけど、なんか4リッターターボの方がなんかドロドロ言ってる感じ。そうですね、こっちの方が滑らかに回ってる感じ。なんかちょっと、はい、店内で排気音チェックしたらなんかそんな感じするよね。はい、意外にこう僕らでも聞き比べるっていうことがあんまりないん で、 そうです、ね、ちょっと改めて聞いたら意外に音質が違うなっていう。こういうね、ちょっとこういう狭いところはね少し気使いますね。まあ、ただ支援系がついてるんでうまく使えば、はいはい、じゃあ少しだけ585馬力の片鱗を見ていいですか。はい、お願いします。もう圧倒的な圧倒的なトルクだけどふわふわなんかもう全然とっちらかっちゃう感じがない。そうですね、安心です。はい、助手席でも安心です。どこまで行っても安心安全な感じ。はい、そうですね。これいいわ。ちょっとこのナイトビジョンまだ早いかな。どうでしょうね、だいぶ暗くなってきました。ナイトビジョンも結構使えるんだよね。これかちょっとまだ明るいんであれなんですけど、はい、こんな感じで、はい、しっかりこれが人が飛び出したりすると結構真っ白白に映って、もうちょっと車じゃない、外が明るすぎるんで。そうですね、この辺もついてて助かりますね。はい、でマジックボディコントロールだっけ、あ、はい、ダンパーコントロールだっけ、はい、ここのカメラで路面のデコボコを見て、はいはい、足元を調整してくれると。そうですね、だ天気の悪い日なんかだと使えない。そうですね、ちょっと誤作動出たりするなと思います。マジックボディコントロールか。そうですね、なんかそしてこの辺、当然のブラインドも、はい、はい、上がりました。全部電動でございます。で今回の車は珍しくレーダーだったりだとかドラレコもついてないんで、まあ、ちょっとその辺は言っていただければ。そうですね、納車前に、はい、お取り付けしてからの納車可能ですので。なるほど、ではじゃあ佐々木プロ、はい、マッサージで、お、レビューと称して自分たちがくつろぐという、はい、運転席、助手席、はい、個別に、あー、ちょっとこれはじゃあ佐々木プロレビューお願いします。はい、マッサージの今、はい、これはアクティブワークアウト、はい、ワークアウトです。背中全体をこのボールみたいなのがこう押し付けられるような。なるほど、感じですね。ああ、いいですね。ただ僕背中とか凝らないんでちょっとくすぐったいです、ね、それはね、はい、20代だからです。本当ですか、はい、
ちょっとくすぐったいですね。30代ぐらいからね、だんだんこうありがたさが、はいはい、どんな感じですか、じゃあ。いや、僕は最高です、はい、でもこう長時間同じシートに座ってると、はい、あーっていう時、それはあります。血行というかこう、あ、そうそうそう、ちょっと姿勢を変えたくなる。だ、それを姿勢変えなくてもこう、はい、いけちゃうというか。それはいいですね。で、本当にこれロングドライブでも疲れ知らずで、はい、行きたいですね。でなおかつこうシートヒーターもついてるんで、はい、結局血行が悪くなっちゃうとこの疲れが溜まっちゃうんで、はい、シートヒーターも使いつつ、はい、で特に今時期だとこの暖房よりもシートヒーターの方がはるかに早いんで。そうですね、朝の一発目、はい、最高じゃないですか。最高です。だからもう暖房が出るまでにこうシートヒーターで温まって、はい、いいですよね。でも暖房出てくるようになったらシートヒーター弱くするなりオフにするなり、はい、そうですね。だからなかなかシートヒーターは結構今一般的になってきてるけど、はい、ベンチレーションまではなかったりするから。ベンチレーション、そうですね、コンパクトカーとかにはまだ一部しかない機能ですね。このレザーシートでも、はい、蒸れない。そうですね。いや、完璧だな、もう。いや、快適です。超快適だよね、はい、こう完全にこう市場の動画と称して、はい、楽しめるよ、ね、そうですね。あわよくはもう一周ぐらいちょっと待っちゃおうかなっていう仕事の合間に。最高です。で、なかなかこう車屋さんじゃないとこう乗り比べたりとか。いや、本当そうですね。でしょ、僕もこの会社にいなければ。いや、でも20代で S63 クーペ、はい、前期も後期も乗りましたみたいな、はい、なかなかいないでしょ。いや、ないと思います。ぜひちょっといろいろ乗り比べて、はい、この良さをお客様にフィードバックして。そうですね、はい、乗ると分かりますね。助手席乗る機会ほとんどないんで。確かに、はい、もう特にこの車だとちょっと車でかいですけど、はい、早く走ろうと思えば早く走れるし。そうですね、はいはい、快適にも使えるし、はい、ちょっとファミリー向けかっていうとちょっと子供乗せる感じではないですけど。そうですね、ただ余裕のスペースなんで、はいはい、いいね、あとは駐車環境ぐらい。本当にそうですね、やっぱりドアが広く開く環境じゃないと、うん、なかなか。だから駐車場が少し狭めでとか、こっち側壁でなんていうとちょっと厳しいですね。厳しいかもしれないですけど、ぜひでもこのセダンにないこのゆとりの空間と、はいはい、走りと、はい、この優雅さを、はい、優雅ですもんね。エレガントですね。セダンよりだから贅沢だよね、これね。そうですね、僕 S クーペめちゃくちゃ好きですね。で、やっぱりこう中古車市場的にはやっぱり使い勝手もあるから、はい、セダンの方がこう、そうですね、評価されがちだけど。そうかもしれないですね。だからクーペが受け入れられる人はもうめちゃめちゃお得というか。そうですね、ぜひちょっと。で、さらには僕的にはぜひボンドで利用していじっていただきたい。そうですね、このエレガントさをこのまま維持するのもいいですし、思いっきりやるのもいいかと思います。もうその辺はじゃあ佐々木くんに相談してもらえば、はい、カスタムの提案も、はい、僕もまだ勉強中ですけど、はい、頑張ります。やってくれるってことなんで、はい、いや、改めて最高な車でした。ありがとうございました。はい、で、車の紹介最後になりますけれども、はい、佐々木くんの方からこの車のセールスポイントあれば簡単に教えてください、はいはい、こちらは、2016年の前期モデルでまだ5800キロ台なので大変珍しい車かと思います。はい、距離の少なさですね。なるほど、はい、と、あとその前期の 5.5。 そうですね、はいはい、そこが一番の魅力みたいです。で、車の方はノーマルなんで、はい、まあ、そのまま乗っていただいてもいいですし。そうですね、ボンド得意のお宮店そのままピットもありますから、はい、カスタマイズも楽しんでいただける。そうですね、はい、はい、そんな車じゃないでしょうか、はいはい、というわけで今回は AMG S63 クーペご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。